あれは小学生の頃海水浴に連れて行ってもらった。家から海水浴場まで3時間もかかった。楽しい砂遊び、カニ取り、かき氷、全てが楽しい。なるだけ遅くまでいたい。父はギリギリまでいていいよと言ってくれた。それなのに僕は腹が減ったのだ。車の中で腹が減った、腹が減った。父は疲れていたろう。朝からずっと運転、そして海水浴、そしてこれから家まで3時間。それで僕は腹が減った、腹が減った。そう言った。父はこう言った。次の誰見えたらすぐに夜からの、だからあれ頼むよ。次の誰見えたらすぐに夜からね。ただし反対側はダメだよ、渋滞があるからね。父さん腹減ったよ。だって出たの4時じゃん。確かに言おうって言ったの僕だけど腹減ったよ。次の誰見えたらだから夜からね。だから絶対もうあれを頼めよ、あれよ、あれな。カレーなんか頼むね。おかすぎたよ。次寄るって言って全然寄ってないし、渋滞だからわかるけど、このまま家に着くとかってパターンもあるけど、お父さん声が言えないしイライラしてる。次の誰見えたら一緒に雨が降って、お前だからお前入ったらすぐ痛めろ。お前みんなと同じやつ頼むと遅くなるからな。分かったか、お前絶対一人でカレーライス全巻みたいなあれはやめろよ。分かったか。お父さん、あれはあれはラーメンじゃねえ、あれは食堂だ。